お聞きの番組は北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。中国の社会の動き、人々の思い、日本と交流する現場で起きていることにフォーカスしてお伝えする、ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今日は広州で日系ガラスメーカー薄型パネルディスプレイ FPD 用ガラスの加工販売をする電気ガラス広州有限コンス、略して EGG と言いますが、この EGG 社の三田満総経理のインタビューをお届けします。 EGG という会社はディスプレイ用基板ガラスで世界トップ3のシェアを有する日本電気ガラス NEG という略称ですが、この会社本社は滋賀県大津市にあります。この NEG さんが2013年に広州に設立した子会社です。コロナ禍の影響はこの EGG さんの中ではどういうふうに受け止めているのか、また広州という町のビジネス環境に対する実感などをめぐってお話を伺いました。それではここからインタビューをお聞きください。CRI インタビュー、本日は広州にやってまいりました。三田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速ですが、まず EGG さんですね、電気ガラス講習の事業の概要についてお話しいただけますでしょうか。我々の商品はですね、ガラスです。はい、それもの大きなサイズですね、 2.2メーター、2.5メーターで、厚さは 0.5 ミリですね。そういうガラスを販売しております。用途はですね、テレビ用ですね。我々のお客様はテレビ用のパネルを製造されている会社でして、でそこに収めてます。具体的には近くの LG ディスプレイさんですね。韓国系の会社ですか。はい、今は230名ですね。そういうわけでお話を伺う三田さんですけれども、コロナの影響ですが、2020年の10月30日にお話を伺ってますけれども、現時点御社のこの年度計画の達成状況についてどのような感じでしょうか。ほぼ達成できそうな状況ですね。9割以上は達成できると思うんですけども、ちょっとやっぱり予算まではいかないという状況ですね。最近の販売は非常に好調なんですけれども、皆さんご存知のようには巣ごもり需要ということで、テレビが非常にあとパソコンとかですね、そういうの売れてまして、で我々の販売は非常に好調です。それで、コロナの当初はですね、4月5月ですね、ここら辺はちょっとサプライチェーンの混乱等でですね、ちょっと我々のお客様の製造が減りまして、我々の販売も減りまして、4月5月が約半分ぐらい販売が減りまして、でその落ち込みを挽回しきれてないという状況ですけれども、直近は非常に販売好調です。新型コロナが中国で一番強く影響を受けたのが今年の2月、そうですね、春節前後だったと思いますが、あの時御社が会社の生産に対してどのような変化があるのか、その時の状況、そしてその時の見通しはどういうふうに考えていたのでしょうか。当初ですね、春節中もですね、ちょっとフル生産体制をキープすることができました。帰省してた従業員も順調にこちらに戻ってきましたし、不足の人員はですね、帰省しなかった人員でですね、カバーしたということですね。幸いにもずっと感染者も出ませんでしたし、大きなコロナによるトラブルということで生産に影響を受けたということは我々はありませんでした。それが4月5月の時に生産の落ち込みが急に訪れたものだったんですか。そうですね、4月も落ち込みましたけども、やっぱり生産体制はきっちりキープしておこうということで準備してましたんで、6月以降ですね、急回復しまして、それに対応できてよかったということですね。広州市、現在この皆さんの会社が広州の開発区の方に立地していますが、そういう開発区の方から何かサポートとかその辺についてはどう感じていましたか。特にコロナに関してはですね、我々ももちろん初めての経験ですから、
最初はかなり混乱して、もうどういう対応したらいいのか、まあ、分からなかったんですけれども、まあ、開発区のですね、その担当の方々にですね、まあ、来ていただいて、まあ、ご指導いただいたりとか、まあ、定期的にチェックいただいたりとかいうことで、非常に助けていただきました。まあ、でも何よりもやっぱり一番のありがたいのは、その中国全土でですね、感染者が減ったと、抑え込んでいただいたということが一番大きかったと思いますね。コロナに関連しまして、今振り返ってみますと、ああいう一番大変だった時期に三田さんの方で何か印象に残っていることもしあればぜひ聞かせてください。コロナで大変な時ですね、はい。まあ、個人的にはですね、レストランが閉まってしまいましたね。まあ、こういう生活をいつまで続けるのかというふうな不安はありましたね。あと工場でいきますと、やっぱり感染者を一人でも出すとですね、やっぱり1週間2週間生産ストップされる可能性がありますので、これは絶対避けたいということで、まあ、従業員の方にですね、貿易のですね、ルールを厳しく守っていただくように、まあ、ひたすらお願いしたということですね。今はほっとしてます。まあ、油断してはダメだとは思いますけれども、なんとか切り抜けられたかなというふうに思ってます。御社の中国での進出、特にこの広州工場についてですけれども、2014年に生産始まったということを伺っておりますけれども、はい、当時その広州に進出した一番の理由は、さっきおっしゃいました近くに商品を納入する会社が近くにあるからということだったんですか？そうですね、LG ディスプレイさんの液晶工場がここで立ち上げられるということで、LG ディスプレイさんからお誘いがありまして、で来たということですね。それに加えて、まあ、広州という場所ですね、まあ、いろいろ調査してですね、まあ、インセンティブ等もいただきましたし、あと、まあ、港も近くにありますし、非常に立地条件もいいという判断でここに投資を決めたということですね。まあ、こういう皆さんの工場で作っているガラス基板ですね、それを応用する場面が本当に私たちの至る所に見られるんですね。タブレット型のパソコンもそうですし、スマートフォンもパソコンもこの電子レコーダーの画面にもいろいろ使われてますが、そういう視点から世界の板ガラス業界の全般的な様子、あるいはその中国がその中で占めるシェアの変化、それは大きなバックグラウンドにあるかと思いますが、その辺はいかがでしょうか？まあ、私どものお客様、まあ、私どものマーケットはですね、パネルを製造される会社なんですけども、はい、テレビ用のパネルですね、まあ、テレビ用以外の全部含めた液晶およびまあ、一定量の最近だったら有機EL用のパネルというのがありますけども、世界全体の生産の中でですね、中国で生産している量の割合ですね、これが2013年はですね 15% しかなかったんですね、はい。まあ、そういう状況で今後中国での生産がどんどん増えていくだろうということで、いくつか他の工場も立ち上げたわけですけども、結果的に今現在は中国の生産シェアですね、これが 60% まで増えてるんですね、うん。まあ、約4倍になってて、もう半分以上が中国で作られてると。皆さんがご覧になってる、まあ、テレビとかもそういうディスプレイはですね、もう半分以上が中国で作られたものになるということですね。それは御社のビジネス展開にとっての意味は、言い換えれば、言い換えればですね、やっぱり中国、我々はその今のお客様は、まあ、韓国にいらっしゃって更新されたということで、まあ、韓国メーカーさんですよね。で、最近はご存知のようにその韓国メーカーさんは液晶ビジネスからもうやめてですね、有機EL の方に注力するということですね。ですからどん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 韓国でやめられた部分をどん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 中国に生産がシフト今後もしていくということですね、そういう決断を最近されましたん で今 60% の生産シェアですけども、これからますますどんどん増えていくということ で我々のやらないといけないことは中国でのシェアですね、特にその中国系の現地のパネルメーカーさんのシェアを増やしていかないと、まあ、自動的にシェアがどんどん下がっていきますので、生きていけないということになります。電気ガラス広州有限コンス三田充総経理のお話をお届けしています。
新型コロナのインパクトを強く受けましたが、しかし今年度の年度計画はほぼ達成できる見込みというお話、心強く聞くことができました。はい、また、EGG さんが中国に進出して7年経ちますけれども、これまでの7年、ディスプレイ用パネルにおける中国の生産シェアがどんどん伸びてきています、うん、ミスター総経理のお話にもありましたように、2013年は世界シェア 15% でしたが、今は約 60% のシェアを占めるようになりました。まあ、そうしたことを受けて、親会社の NEG さんは中国国内のパートナーとともに、アモイで大型の成形工場を作って、まあ、つまり中国のパートナーとともに中国市場でのシェア拡大に取り組む、そのような姿勢の表れだと思いますが、そういったようなことを三田さんが紹介をされました。はい、まあ、ところで、このガラス工場、しかも薄型パネルディスプレイ用という特殊な用途の板ガラスを作る工場、これ訪問したのが私には初めての体験でしたけれども。はい、私も初めてでしたね。ですよね。はい、で、一緒に訪問しまして、とっても綺麗な工場で驚きました。はい。そのオフィスに入る前に、まず靴を買いなければなりませんね。はい。そして中に入って床もテーブルも全部ピカピカでした。そうでしたね。トイレに入るときにまた別のスリッパに履き替えるということでしたね。はい。そこのスタッフ、三田さんの部下たち、はい、中には中国人の若い人たちも結構たくさんいましたが、みんな日本語ペラペラでしたね。ああ、そうでしたよね。はい、そばで見ていて、もう一つのシアロアイ日本語部みたいな場所でした。なるほど。はい、まあ、その会社には日本からの駐在員の方3人だと聞きましたけれども、はい、本当に日本語は普通に話されてるような、そうですね、そんな感じでしたね。はい、そしてさらに工場のすぐ近くに、正確に言いますと1キロも離れていない至近距離ですが、納入先の韓国系のパネル工場がありましたね。そうですね。はい、とっても大きな工場で、車で何分か、そしたらそのそばを通っていくような、そんな感じで驚きました。はい、三田さんのお話を私伺いながら、やっぱりもう一つ印象に残ったことは、この会社はもう本当に国際分業で成り立っている。そういうことの縮図のような工場だったことです。はい、で、なぜこのガラスの製造に国際分業が必要なのか、そしてガラス産業の特徴ということについて、まず三田さんです。まあ、非常にこの我々のガラスというのは汚れを嫌う、非常にクリーン度の高いものじゃないとダメなんで、輸送中に汚れるともうダメなんですね。ですからやっぱりできるだけ近いところで作って、近いところで販売するということが非常に大事なので、全部日本からとかいうのはちょっともう構想的にも品質的にも考えられないですね。本社で作られている商品が結果的にどういうふうに使われて、そして結果的にどのようなプロセスを経てどういうものになって、またさらにそれが最終的にどこに流れていくのか、それを少し分かりやすく説明していただきますと、うん、そうですね。我々ガラス会社ですんで、ガラスを溶かす釜がいるんですね。はい、その大きなガラス釜で高温で、まあ、1800度ぐらいの非常に高温ですけども、そこで溶かしてガラスを作るんですけども、でそれはその成形、我々は成形って言ってますけども、その成形工場は日本がメインで、2016年にシャーメンに作っておりまして、アモイに、そうですね、アモイですね。であと、まあ、韓国にもあるんですけれども、で我々は、まあ、メインは日本から原版を輸入してですね、で一部はアモイから買って、それを切断、まあ、大きさとしては最初に言いました2200、2500ですけれども、はい、それを4辺をカットして研磨してきれいに洗浄するということですね。でそれを 100%、まあ、隣の LG ディスプレイさんに納めてます。はい、LG ディスプレイさんにそれをパネルとして、またテレビのセットメーカーに販売されるわけですね。はい、でそのセットメーカーはもう中国系の会社もありますし、うん、韓国系の自分はその LG のグループ内に LG 電子さんですね、に納めるものもありますし、でそのテレビのセットメーカーさんは、テレビ屋さんはまたそれを国内に売ったり、あるいは北米に売ったり、海外に売ったり、
とかもされるわけですよね。まあ、こちらのそうですね、世界に販売される商品の一部がこちらの広州で起きていることで、事実上それがどこにどう売っていくのかも本当につながっているという、つながってますし、世界です。ちょっと分からん、最後までいくどこに似てるかちょっとなかなかトレース難しいと思いますけどね。それだけ世界のグローバリゼーションがここまで一体化が進んでいるということの表れの一つでもありますね。そうですね、もうそのアモイの成形工場もですね、来年増設の計画もあるぐらいですから。三田充さんのお話、本当に目から鱗と思ったのは、経済界、産業界の皆さんにとって中国経済との切り離し、デカップリングというのはどれだけ合理的でないということが本当に大変分かりやすく例を挙げながら説明してくださった点です。はい、三田さんは、この切り離し、デカップリングというのは貿易への否定であり、コスト高になって競争で敗者になっていく可能性があるということをおっしゃっていました。さて、今年の年末で広州滞在も満4年になる三田さんですが、広州という町のビジネス環境、そして生活者として感じた広州の町について、どのようなことを実感したのでしょうか。引き続き三田さんです。さて、こちら中国広州にあるビジネス環境について、全般的に例えば10点が満点とすれば、三田さんは広州のビジネス環境に何点つけますか。本来は10点と言いたいところですけど、9点ぐらいもう ほぼ満足してますですね。特にこれで困ったということはないですね。その工場で一番大事なのは、インフラですよね。水と電気ですよね。でこれに関しては問題が、今まで大きな問題が起きたこと全くないですね。でこれはやっぱり工場として一番大事なことで、それは問題ない。あといろんな行政サービスですね、これも非常に細かなところまでフォローしていただいて、何か困ったことがあったら開発区の方にですね、いろいろアドバイスいただいたりとかいうこともありますし、物流面でいきますと港が近くにありますし、でその港での通関、税関さんも特に問題なく通関していただいてますし、いろんな意味でこれといった問題は感じたことはないですね。基本的に欠点が見つからないというか、その問題が全然起こらない、ないですね。いずれにしろ私どもの その事業が、今現在は幸いにもうまくいってますし、生産性も非常に高い工場ですし、そのうまくいってるのはやっぱりいろんな環境のおかげだと思いますけどね、周りの環境のおかげだと思ってます。先ほどお話を伺ったところでは、中国だけではなく海外での駐在歴がかなり長い方だと伺っておりますが、はいはい、これまでの駐在体験と比べれば、今回その広州でのお仕事、暮らし、どういうふうにそのご自身の中で受け止めていらっしゃるんですか。そうですね、比較しますと、やっぱり非常に住みやすい、便利であると、不自由を感じたことがないということですね。最初来た時はびっくりしたのは、非常に大都会であるということに非常にびっくりしましたけれども、はい、皆さん住んでおられる方のマナーもいいですし、住みやすいですね。今年もあと2ヶ月で新年となりますけれども、はい、残り約2ヶ月の間、三田総経理としましては、心の中で一番の願いというものをもしあれば聞かせていただけませんか。やっぱりコロナですよね。幸いにも中国はコロナ の感染者をですね、もう完全に ほぼ抑えられているということですけれども、それは非常に我々にとって非常に良かったことなんですけども、一方で私日本人ですし、日本企業でありましてね、まだ日本をはじめ諸外国はまだまだ問題があるということで、感染者がどんどん減っていってですね、中国とその諸外国との その往来ですね、今のところその特に設備なんかはやっぱり人に来てもらって調整してもらわないとできない部分もありますので、技術者、で我々も日本にも帰りたい時もありますし、たまにはフェイスフェイスでお客様と会議もしないといけないと思いますし、中国は大丈夫だと思いますけども、諸外国もコロナを抑えられて自由に行き来できるようになってほしいということを願ってます。CRI インタビュー、
電気ガラス甲州有限コンスの三田充総経理のお話をお届けしてまいりました。10月30日甲州でのインタビューでした。まあ、今年に入ってから日本にはずっと帰ることができていないような三田さんですが、ちょっとホームシックになっているのかしらそんな感じでしたが、そうですね、三田さんは中国のコロナ対策を評価していましたが、はい、やはり中国一国だけではなく世界のどの国も一緒に抑え込まないと本当の経済再開とは言えないとおっしゃっていましたが、本当に印象に残りました。はい、それは私たちの願いでもありますね。そうですね。はい、今週の CRI インタビューでした。北京放送中国国際放送局の日本語放送をお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組は YouTube、Podcast、中国のネットラジオのヒマラヤ FM でも毎週配信しております。皆様の忌憚のないご意見ご質問などを心からお待ちしております。来週もどうぞこの放送をよろしくお願いいたします。